皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。皆さんが元気でいらっしゃることを願っています。この動画ではジン BTS の釈放についてお話しします。キム・テヒョンと BTS グループのメンバー全員が参加しました。しかしその前に、まず首都圏でセキュリティミッションを受けているキム・テヒョンについてお話しします。このミッションは地方公務員のセキュリティに関係しており、 キム・テヒョンはこの重要な任務で SDT 部門を代表しています。公式声明で SDT 部門のスポークスマンはキム・テヒョンが首都への公式訪問中に地方公務員の安全を確保する任務を負ったセキュリティチームの一員に選ばれたことを確認しました。このセキュリティミッションには現場監視から問題の公務員の直接護衛まで様々なタスクが含まれておりセキュリティチームの一員として キム・テヒョンと彼の同僚は全てがスムーズかつ安全に行われるように懸命に働きました。指揮官と他のチームメンバーは、このミッションでのテヒョンのパフォーマンスを称賛しました。キム・テヒョンは素晴らしい落ち着きとプロ意識を示しました。彼はチームメンバー全員とうまく協力し、常に冷静に様々な状況に立ち向かう準備ができていたと、任務を担当した指揮官の一人は語った。 この任務はテヒョンに貴重な経験をもたらし彼は軍隊環境にうまく適応できることを示した。さらに、この任務は高いレベルのセキュリティが求められる危機的な状況でキムテヒョンが信頼できることも証明した。そして、ファンは様々なソーシャルメディアプラットフォームを通じてサポートを示した。彼らは誇りを表し、 テヒョンと彼のチームが任務を安全かつ成功裏に遂行できるように祈りを捧げた。私たちは BTSV をとても誇りに思っています。彼は常に全てのことに高い献身性を示しています。とあるファンは書いた。テヒョンのこのセキュリティ任務への参加は彼が世界的なスターとして知られているにもかかわらず、依然として市民としての義務を全責任を持って遂行していることを示すものであり、 多くの人々にとってインスピレーションにもなっている。兵役中、キムテヒョンは自由時間を利用して祖父の墓参りも行い、家族への敬意と愛情を示した。この軍隊での経験は、彼の人生で最も影響力のある瞬間の一つであると考えられており、仲間の軍隊やファン、そして他の BTS メンバーからのサポートによって彼が持ち合わせている規律と団結の価値を強化しました。 この経験は彼を個人として豊かにしただけでなく、様々な状況に適応して対処する能力も向上させました。彼が示し続けている情熱と献身により、コミュニティ全体に前向きで刺激的な精神をもたらしました。さらに、即人の義務的な軍事訓練の完了を祝うために、他のすべての BTS メンバーが休暇を申請しました。伝えられるところによると、 彼らは特別な日に合わせて再会する予定です。そして昨日、ディスパッチは BTS がジン BTS の非番日に合わせて一緒に時間を過ごす計画を漏らしました。メディアは BTS メンバーの休暇を独占レポートとして報じました。メディアは BTS メンバーの休暇を独占レポートとして報じました。ご存知の通り、BTS ジンは2024年6月12日に兵役を終えます。 2024年12月13日から18ヶ月間兵役に着いた後、BTS ジンは献身的に最善を尽くしてきました。さらに、訓練ではアシスタントインストラクターとして活躍しています。皆さん、今日の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。